負けないよ。行け。
負けないよ。いけ。
おお、よくぞ森の主を元に戻してくれた。あれもしっかり見つかっておるぞ。その前に礼代わりのプレゼントじゃ。プレゼント？おお、感謝です。わしの親友ロックストーンを預けよう。わしに負けず劣らずの知識人じゃ。旅の案内人となってくれるだろう。ストーン先生とでも呼んでおけば機嫌よくいろいろと教えてくれるだろう。そしてもう一つがトレビン。お前たちが求めておったものだが、これは人の心のかけらを入れる入れ物じゃ。抜け殻人を救うにはこのトレビンと心を受け渡す魔法が必要になる。共に授けようぞ。長老様、ありがとうございます。おお、きちんとお礼が言えるいい子じゃ。それに引き換え、なんですの、ちゃんと言いますがな。ありがとうって、ありがとう。相変わらずじゃの。まあよい、では行くがよい。それと少年よ、たまにはここに戻ってきてこの長老に旅の話を聞かせてくれ。それが楽しみでここで待っておるからの。はい、長老様。ほな行こうか。ゴロネール王国に戻るで。あの門番を元に戻してやらんとあかんからな。うん。Thank you.
よし、頑張ろう。行け。Thank you.
し、頑張ろう。やっぱり元には戻ってへんようやな。ねえ、しずく、なんとかしてあげないと。ああ、オリバー、いつから説明したる。まずはやな、イニシエの木の旦那にもろたトレビンを使って抜け殻人が奪われた心のかけらを集めてくるん。心のかけらって。じゃあから、人の心の一部のことや。人の心の一部、よくわからないよ。説明難しいな。やってみたらすぐわかんねんけどな。ひとまずやで、あの門番が失ってるのはやる気の心や。それを探してきて与えたら、あいつは救われる。うん。でも、そのやる気の心はどこにあるの？ほれ、もう一人の門番見てみ。よっと。恐ろしいまでのテンションの高さやろ。あいつはきっと有り余るやる気を持ってるに違いない。あのもう一人の門番からやる気をいただくんや。わかった。やってみるよ。やる気をうまくゲットできたようやな。ほな次にそれを抜け殻人になっとる門番に渡すんや。うん、わかった。今日も一日頑張るぞ。なんだ。やっぱり迷うな。こんにちは。元気だ。おお、やったで、成功や。うん。お、どうやら気がついたようやな。俺はどうしたんだ。なんでこんな。おお、お前もしかして正気に戻ったのか。ああ、なんか不思議な気分だ。
心に突っかえていたものが取れたようなすっきり感だな。そうか、よかった。心配したんだぞ。今まですまなかったな。さて、体調も戻ったことだし、これまで以上に働かねばならんな。なら早速、他の土地からやってきた者たちが王国内に入れてくれと申し出ている。入国審査担当のお前の出番だぞ。よし、ここへ参れ、そこの者ども。いろいろ違う。おい、キョロキョロすんな。みんな珍しい服を着てるよ。珍しいないわい。珍しいのはお前の方じゃ。え、変なの、変な格好やから。そんなに変かな。ん、おい、その一の国の変な服は早いとこ着替えんと。オリバー、行くで。うん。
オリバー、オリバー、え、母さん、母さん、よくここまで来たわね、オリバー。母さん、これは夢なの？よく聞いて、オリバー。あなたは行かなければならない、あの人のところへ。そして本当のことを知らなければならない。それがどんなに悲しいことであったとしても。あの人、母さん、あの人って誰なの？私にとってもあなたにとっても大切な人。それは誰？僕はどこへ行けばいいの？大丈夫、もうあなたはその人を目指して進んでいる。どんなに辛くても諦めないで、オリバー。母さん、母さん、母さん！
どうかな。おお、意外と様になっとるやないかい。お似合いやで。Thank you.